大谷校長もチーム崩壊。大谷所属のエンゼルスは、同地区で首位を独走していたレンジャーズに3勝1敗と勝ち越した。大谷を中心にいい流れを作っているが、故障者が続出していることからも目を背けられない。日本時間15日に新人遊撃手のネトが左脇腹を痛めて途中交代し、負傷者リスト入り。16日には打率3割と好調だったウルシェラが初回に一塁を駆け抜けた際に転倒して2回の守備から退いた。さらに4番のレンドンは1打席目で左手首付近に刺球を受けて悶絶。試合後、ウルシェラは松葉杖を使って歩き、レンドンもレントゲンの検査を受けることになった。怪我多すぎやろ。ウルシェラはずっとチーム首位打者と打撃好調だったし痛いな。ネトも守備や打撃両方で活躍してたし、抜けてしまうのは大きいぞ。この二人の離脱はかなり痛いな。レンドンはいつものことだけど、ウルシェラが抜けたら内野が足りなくないか？首位に敵地で勝ち越すという、チームとしては非常にいい状態だったのにな。今後どうなるか心配だわ。確かに怪我人続出だな。あのトラウトがまさかの大スランプで、チームは絶好調とかいう皮肉。トラウトが今のままなら、大谷はほとんど歩かされるぞ。早くトラウトも復調してくれ。今は総力戦になってきている。大谷さえ5体満足なら、いける雰囲気。アデルと外を使うべきだろ。空振りが多いベラスケスは使うなよ。昨年からあそこでいつも止まる。フレッチャーとアデルを上げるしかないか。怪我せず、投打で結果を出し続ける大谷の、凄さを改めて感じさせられたわ。一番、過酷に試合に出場してるのにな。チームメイトに怪我人が多くて、心配だろうな。トラウトがスランプだからって、俺が頑張らなあかんってなるんじゃないぞ。怪我につながるから無理すんなよ。大谷は負傷者に怪我すんなよって思ってるんかな。大谷、怪我するのは、やめましょう。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。